はい、こんにちは。レクセンニコ師の矢島です。今回は、あの、司法試験の受験生向けにね、応援の動画ということで、こちらの方、収録させていただいております。あの、いよいよね、司法試験、あの、近づいてきましたね。で、まあ、司法試験もね、あの受験するにあたっては、まず、その資格を取るのがね、大変ですよね。予備試験に、まあ、受かるか、法科大学院に行くかっていう、まあ、形で、まあ,あの、誰でもね、受けられる、あの、試験ではありませんのでね。で、いよいよその、司法試験もね、1年に、まあ、1回しかないような状態でね、えー、ついにこうね、今年も、えー、試験始まるわけなんですけれども、で、特にこうね、司法試験、うん、受けるにあたって、 で、いろいろ皆さん、皆さんこれまでね。準備をまあ、されてきたと思うんです。けれどもでそんな中でもね。あのまあ、司法試験受験しようとしてる人っていうのは、まあ、基本的には真面目な人が多いので、まいろいろ勉強のスケジュールなんかをこう立てる時にね。もともと多分、あの自分がまあこうなかなかねできないようなスケジュールをこう立て,立てているような方も多いんだと思うんですよ。で、そうなってくると試験の直前期にまあ、なんか間に合わないんじゃないか？っていうような。すごい不安なまあ、気持ちになってくるんじゃないかと思うんです。けれども。ただあのその間に合わないんじゃないか？っていう風にね。その不安。 考えて、まあ、勉強しているのはですねおそ、まあ、らくあの多くの受験生があのそうなので,でそんな中でもあの頑張った人からこう順番にね受かっていくようなあの試験でありますのでね、まあ、あのこう今ねいろいろ不安抱えている方も多いと思うんですけれども、まあ、あのそういう余計なことはねあのまあ試験終わってから考えればいいので試験の前はねもう今あの試験の直前期ですから余計なことを考えずにね、まあ、とにかくこう最後までこう諦めずにね頑張るっていうあのことで。 あのまあ、最後ね、ちょっとこう踏ん張りどころだと思いますので、そんな感じで最後までねあの諦めずに頑張っていっていただければというふうに思っておりますね。あと あの司法試験の論文試験を受けるにあたってねちょっと一つ気をつけておいた方がいいかなというふうに思うのはあの司法試験に関しては選択科目の論文試験の時間がちょっとあの必修科目と比べて長いですよね必修科目は1科目2時間だけど選択科目ってあの3時間あるので,でそうなってくるとあの、まあ、ちょっとねこう考える時間、まあ、問題文を見たときにこう考えるまあ時間がねこうまあ比較的あの多く取れて、えー、でいろんなことを思いつくんじゃないかと思うんですよ。でそうなってくくるととと答案書きにあの必修科目と同じ 同じような感じでこう、まあ、例えば大きい字で書いちゃったりとかね、えーまあ、行間をこうあまり詰めずにあの書いてしまうと、まあ、結構時間が余ってしまうというか答案用紙が足りなくなってしまうようなあの恐れがありますので、まあ、選択科目にあの関してはね、ちょっとこうあの時間に余裕があるので、まあ、もしかしたら答案結構いっぱい書けるんじゃないかということをあの想定して、まあ、ちょっとこう少しね、あの字を詰めて、まあ、ちっちゃめの字であの書くと、まあ、いいんじゃないかというふうにあの思いますね。あとは、 あのおトイレね利尿作用のこう、まあ、いろいろこう強いようなね、まあ、コーヒーとかあの緑茶みたいな紅茶とか、まあ、ウーロン茶とかねそういったものをこう、まあ、試験の前、えー、とかその最中にこう飲むとねやたらこう必要以上にトイレにあのおトイレに行きたくなってしまうあの、えー、ことが多くなるかもしれませんので,でそうなってくるとちょっと実感がもったいないと思いますのでね利尿、まあ、作用のこう、ねえーまあ、強いようなあものはあこう飲まないように、まあ、水とか,なんかあと果汁100%のねなんかこう、まあ、ジュースとかでこう糖分補給して頭をね なんかこう回転良くするとかまあそういう感じでなんか自分なりにこう工夫をしてねあの 頑張っていっていただければというふうに思いますね。あとはあとは試験のねやっぱりこうまあ、前の日なんか緊張してもしかしたら眠れなくなってしまうんじゃないかとまあ、思いますけどね。まあ眠れる人は眠れるんで眠れるんでまあいいんだと思うんですけどまあ緊張してまあ、眠れなくなってしまったような時でもねでそういう時はあのおそらくねあのそういう人ってまああの皆さんだけじゃなくて他にもねあの結構いるんじゃないかと思うんですよね。まあ、自分もあのやっぱ試験の前の日は緊張してっていうかなんかいろいろこう気持ちが高ぶってね眠れ なくてで2日目もなんか眠れなくてってことで結構徹夜続きであのまあ、行ってしまったんですけどでもまあそういう中でもねあの普段のまあまあ今な今日なんかも皆さんがこの動画を見られてる時なんかもそう,そうですけどあのそのそ受験に向けてまあ一生懸命あの勉強してればねまあ、多少徹夜でなんかこうあの なんかこうね、あの、なんとなく頭が、あこう、スッキリしないっていうような、あの、状態でもね、あの、十分、あの、合格することは、あの、可能だと思いますので、まあ、とにかくこうね、あの、まあ、なるべく試験の前の日は、こう、まあ、リラックスして眠れれば、まあ、いいんですけど、まあ、もし、あの、それで眠れなかったとしても、そこは心配しないでください。今、あの、一生懸命ちゃんと勉強していればね、あの、その、努力っていうのは必ずあの、試験の結果に出るはずですのでね、まあ、余計なことは、まあ、あの、考えずに、まあ、とにかくあの、試験を無事に終わらせるっていうね、ことに、あの、全力を尽くしていっていただければというふうに、あの、思いますね。じゃあそんな 感じで、あの、司法試験のね、まあ、応援動画ということで、あの、こんな感じで、えー、終わりにしたいと思いますね。じゃあ、最後はの、ぜひね、試験まで全力で頑張っていってください。とにかく、あの、諦めないということでね、頑張っていっていただければというふうに思います。じゃあ、どうもご清聴ありがとうございました。